じゃじゃーん。ねえ、綺麗かな。ええ、そうよ。雲上風の新年セットコーデよ。とってもおめでたい感じがするでしょう。じゃあ、ここがどこか当ててみて。当たり。もうすぐ新年だから、慶雲城で年越ししないかって、慶花鳥に誘われたの。ここは慶雲閣よ。慶雲城で一番背の高い建物で、私たちが数日間泊まる場所なの。ほら、バルコニーもあって、そこから街中が見渡せるの。年越しの時には、盛大な花火大会も開かれるそうよ。慶雲閣は最高のビュースポットなんだって。楽しみ。慶雲城の小籠包はとても美味しかったわ。ここで遊んで、一緒に新しい年を迎えましょう。マーベル大陸を滅亡の運命から救うためにあなたの協力が必要なの。いつか僕たちまた会えるよね。忘れられ、捨てられる望みも、心の純粋な部分には残っているものなんだ。誰にでも名前があるものだから、僕も自分に、ロクメイという名前を付けてみたんだ。私の話を聞きたいの？いいけど、長くなるわ。私の帰りが遅かったら、庭の手入れをしておいてくれる？まだ、君を傷つけたりはしない。神など崇められるべき対象ではない。そう、破滅すべき存在なのだ。もっと美しくて魅惑的な果実が欲しくない？満足というものを忘れてしまったわ。欲しいものが次々に現れて尽きることがないの。あなたをある場所に案内したいのです。
私にとってとても重要な場所です。素敵なコーデだわ。きっとたくさん考えてくれたのね。一緒にコーデ力を上げて強いスタイリストになりましょう。滅亡の運命から救うために、マーベル大陸を滅亡の運命から救うために、あら、一緒にコーデ力を上げて強いスタイリストになりましょう。私たちの旅を続けましょう。あなたがそばにいてくれる限り、私は強くなれるわ。
素敵なコーデだわ。きっとたくさん考えてくれたのね。コーデが好きだから着ているのよ。あなたのコーデが好きだから着ているのよ。